こんにちは、こんばんは。デスク周りのアップデートの旅を放浪している大場です。在宅勤務、動画編集、配信をこなしているデスクは日々アップデートを続けています。今回は5月のデスク紹介以降、すべての作業をよりスムーズに行うためにアップデートしてきたアイテムを実際の運用を交えながら紹介していきたいと思います。では本題に入りましょう。それでは早速アイテムの紹介といきたいところですけれども、その前に、ヘイシリ、ゲームルームをつけて。在宅勤務ではビデオ会議が多くなります。まずは映像ですけれども、以前はインスタ360リンクを使っていたんですけど、ビデオ会議でも配信で使っている α7-4 と 24mmF1.4 の GM レンズを使うようにしました。インスタ360リンクをやめて α7-4 にしたのは、見た目的にそこまでごちゃつかないのと、常に同じカメラを使うことでセットアップの手間が省けて、常に高品質な映像を配信でもビデオ会議でも使うことができるからです。カメラの固定はモニターポールにニューアーのクランプをつけて、ニューアーのクランプにアイフッテージのフリクションアームをつけて、その先にファルカムの F38 の雲台をつけています。カメラと同じぐらい、またはそれ以上に重要なのがライティングなんですけれども、 A7-4 を常設するのと合わせてキーライト、フィルライトも常設することにしました。こちら側にアマラの 100X を常設して、でこちら側に T2C、 アマラの T2C を常設することで、キーライトとフィルライトも配信と同等の照明をできるだけすっきり配置することができました。会議用のマイクに関してはかなり試行錯誤しました。最初は一度、上からペンシルマイクを垂らしてですね、で、そこで音声を取るようにしました。ペンシルマイクを Wave XLR に接続をして、Wave Link ソフトウェアを使って VST プラグインを使うことで、音声だけを拾うように設定をしました。上からペンシルマイクを垂らす方法だと、若干この辺にマイクが来るので、座ってる時はいいんですけど、立ったりするとすごく邪魔になったりするので、それをやめて、VST プラグインで声の拾い方を制御できるんであれば、ソニーの XLR-K3M を使って、オンカメラのショットガンマイクで拾うことを試してみることにしました。オンカメラのショットガンマイクを K3M を経由して使うときに注意しなきゃいけないのは、チャンネルの設定で、通常の4チャンネルの設定のままだとショットガンのマイクが1チャンネルにしか入らなくて、 Wave Link ソフトウェア上では右側だけの音声になってしまうので、それを避けるために1チャンネルと2チャンネル左右にショットガンマイクの音が入るように設定を変える必要があります。あとショットガンマイクについているウィンドジャマーですけど、デッドキャットタイプのものからフォームタイプのものに変更することでより見た目をスッキリさせました。これで WaveXLR を使う必要がなくなったので、ストリームデッキ Mark II をストリームデッキプラスに変えました。ストリームデッキプラスを使うと Wave Link ソフトウェアも使えるので、WaveXLR なしに Wave Link ソフトウェアが使えます。ストリームデッキプラスのサイズの違いはこんな感じで、これがストリームデッキマーク2ですね。それと比べるとかなり大きさが違います。本体の大きさだけじゃなくて、ボタンのサイズも結構違います。一回りぐらい違う感じですね。で、ボタンの間隔も普通のストリームデッキよりは大きく空いていて、上段にボタンが8つと、LCD のスクリーンが中央にあって4つのノブがあるって感じですね。で、ここはこういう感じでスライドするとページが変えられます。でこのノブを調整することで音量だとか
を調整することができます。今設定しているのは、アプリケーションごとの音量をここ押していくと、アプリケーションがこういう風に切り替わって、アプリケーションごとの音量がつまみで変えられます。あとメディアプレイヤーも操作できるので、これを押すと再生停止で、右に回すと早送り、後ろに回すと巻き戻しとか、まあ、そんな感じで、設定できます。ストリームデッキは Teams のアプリにも対応しています。会議を始めるまでは全ての操作のアイコンはグレーアウトされてますけど、会議を始めるとこういう形で自動的に全ての操作がアクティブになります。で、ここでミュートしたり、カメラオフにしたり、背景を切ったりっていうことが操作できます。で、会議終わったらこれで終了という形になります。こちらがオンカメラのショットガンの生の音になります。音どうですかね。ちょっとタイピングしてみます。じゃあプラグインを入れてみます。音の方いかがでしょうか。タイピングしてみます。今タイピングしてましたけど、聞こえましたでしょうか。プライベートでの主な作業は動画編集になります。前回のデスク紹介の時はプレミアプロを使用していましたが、今回はダビンチリゾーブスタジオで編集しています。その際にソフトウェアと一緒にエディターキーボードを導入してみました。このキーボードを編集時のシャトルと専用キーはかなり快適で、編集がはかどったのですが、あまりにも大きすぎることと、ダビンチリゾーブスタジオの起動後に USB を差し直さないとエディターキーボードとしての認識をしてくれないこと、あとタイピング時の金属筐体の反響音などが気になって定着しませんでした。ということで普通のキーボードに戻すことにしたのですが、 HH キーボードではなくキークロにしてみました。その理由は Q シリーズを使ってみたかったというのと、無刻印だと通常のタイピングはいいのですが、動画編集のショートカットの時にキーの位置がわからなくなり、まあ、ちょっとかなり効率が落ちるのが理由です。キークロン81プロは Q1 の1プラスコラボモデルです。 Q1 の時と大きな違いはノブがクリスタルになっている点とスタンド機能がある点です。こちらがタイプイング音になります。キークロン81プロはベースとなるのはキークロン Q1 プロで、アルミの削り出しの筐体を使ったワイヤレスのメカニカルキーボードになってます。で、キーボード自体は 75% プロファイルなので、10キーはなくてファンクションキーはついているタイプです。いろんなキーボードのレイアウト使ってきましたけど、個人的にはこの 75% のキーボードが一番使いやすいなと思ってます。リストレストもキーボードに合わせてバード電子のものからニューヒーのものに変更しました。エディターキーボードで体験したシャトルなどの専用デバイスでの動画編集は快適だったので、オービタル2ステルナーを導入しました。左手デバイスは YouTube とかインターネットでかなり調べて、まあ、最後オービタル2にするかツアーボックスにするかかなり悩んだんですけど、最終的にはオービタル2にしました。まあ、理由としては見た目がシンプルだっていうのと、まあ、手首がこうじゃなくてこういう形で変えるのが理由ですね。でオービタルエンジンがすごくよくできていて、このレバーを倒してメニューを選んで、そのメニュー通りにダイヤルが動くって感じですね。左に倒してタイムラインサイズを変えるとか、ワンフレームずつ動かすとか、まあ、こういう形でレバーを倒して
えば前後全選択、これ選んでこうやると全選択、こっちやると逆側選択とか、かなり簡単に変えますね。でこの倒して何を選ぶかのメニューは、まあ、自分で全部カスタマイズできます。オービタル2の設定は使うソフトウェアに合わせてプロファイルを設定するっていう形ですね。これがオービタルエンジンの設定になっていて、倒す方向に応じて自分で設定できます。で倒した時にダイヤルをどういう風に回すとどういう動作をするかっていうのを設定するっていう感じですね。ここは全て自由にカスタマイズできるので自分が使いやすいように設定することができます。この辺の設定についても設定が落ち着いたら動画にして紹介したいと思います。しばらくワイドモニターだけでやってきましたが、今回セカンドモニターを追加しました。左右にスピーカーを配置しているので、モニターはワイドモニターの上に配置しました。セカンドモニターは ASUS の ProArt 27インチで正確な色が表示できるモニターにしました。動画編集の時のサブモニターと、あと配信の時の OBS を表示するサブモニターとして使ってます。こういう感じでセカンドモニターに再生画面をクリーンフィードすることができます。セカンドモニターの固定はこんな感じになってます。もともとスピーカーの固定用に設置していた参考のモニターポールを流用して、その参考のモニターポールにエルゴトロンの LX モニターアームを取り付けています。参考のモニターポールはエルゴトロンの LX のモニターアームの直径と全く同じなので流用することができます。ビデオ編集において重要な音声ですが、音声を正確にかつ長時間疲れずに聞くためにモニターヘッドホンを導入しました。選択したモニターヘッドホンは DR990 Pro です。ヘッドホンもいろいろ調べましたが、 DT990 Pro にした理由はコスパと見た目です。以前ヘッドホンを使っていた時はデスク下にハンガーを設置してヘッドホンをぶら下げていましたが、今回はスタジオ感を出すためにデスク上に置くタイプを選びました。ヘッドホンスタンドはできるだけきりとしたデザインでミニマルなもので、かつあまり安っぽくないものをいろいろ探した結果、関東の H1 というヘッドホンスタンドにしました。ヘッドホンはスピーカー同様シンフォニーに接続したままにしています。編集時はスピーカーで、静音の時はヘッドホンを使って編集しています。5月に紹介したセットアップと違って、普段と配信時にセットアップを切り替えることはしなくなったので、配信時に違うのは入力デバイス、背景照明、マイクだけです。マイクアームは PSA1 プラスからロープロファイルのエルガトウェーブアームロープロファイルに変更しました。最初は配信もビデオ会議同様のブームマイクの運用も考えたのですが、どうしても左手デバイスの操作音を許容できるレベルに排除することができなくて、ダイナミックマイクを口元に持ってくる運用にしました。エルガトのロープロファイルアームは2箇所、この部分とこの上の部分とスイングするようになっていて、上の部分はここを緩めて高さを調整できるようになってます。でこの高さ調整と、あとここでここもボールになっていて向きを変えられるようになってます。あと私の場合はマイク自体をこのボールからさらにトライアドオービットの M2R っていうボールマウント、これすごく自由に動くんですけど、を介してマイクをマウントすることで望んだマイクの角度と位置に調整できるようにしています。でケーブルはここにケーブルがしまえるようになっていて、このプレートがマグネットで収まるようになっていて、ここにケーブルが入っています。結構マグネットは強力なので飛び出してくることはほとんどないですね。
マイクはこれまでも使っていたエレクトロボイスの RE20 をメインに使っています。ロープロファイルアームを導入するにあたって一番気になったのは使い勝手でした。特にアームが低くスイングするので可動範囲に物が置けない点が気になりましたが、高さはこんな感じで実際の運用にも全く問題ありません。収納時はデスクのサイドにすっきりと収まります。すでに気づかれてるかもしれませんが、デスクマットは撤去しました。思った以上にデスクはすっきりしてより白が際立ちました。デスクマットがなくてもマウスの滑り自体は全く問題ありません。ただこの手のひらが滑らないので、どうしてもこう手首だけでマウスを動かさなければいけないので、ちょっと手首に負担がかかるかなと思ったので、今回以前から検討していたデルタハブのキャピオを導入しました。これすごくこの手のひらにピタッと沿った感じで、肘からマウスを動かしても全く抵抗なく動かせるのですごく快適です。一旦使用をやめていたスクリーンバーですが復活させました。やはり手元を明るくできるのは便利だったので再度導入しました。ただ復活させるだけではなくてプラスから普通のモデルにダウングレードしました。理由はカラーとリモコンです。シルバーをブラックにしたかったのと、リモコンがデスク上で邪魔な割にはほとんどオンオフしかしないので本体操作で十分なのかなということでダウングレードしました。最後の一点、これは意図せずアップデートすることになったのですが PC になります。今まで使っていた PC は2年ほどなのでまだまだ性能的には問題なかったのですが、アップデートすることになりました。今回はデスクセットアップのアップデートの内容を、ビデオ会議、動画編集、配信の運用に合わせて紹介しました。ついつい必要かより欲しいが先に来てしまいがちなデスク周りですが、今回の動画が皆さんのデスク構築の参考になれば幸いです。それではより良いデスクライフを。オーバーでした。次の動画でお会いしましょう。